男は怖いもの、恐れるべきもの。男を甘く見るな。奴らは力が強く、残虐性も高い。ねえサザンカ、もう帰ろうよ。姉様にいいとこ見せるのよ。シャキッとしなさいよ。私たちは男を探してんでしょうが。男とはバカでアホでうるさくて汚くて間抜けで近づいてはいけない存在。心配いりません、姉様。男なんて私の手にかかればひとひねりです。男がすぐそこに。本当は姉様も男をぶっ倒したいんでしょ。一目見てみたい。乙女の子が抜き足さまたし。茜組、くのいち椿、必ずやサザンカ、朝顔の二人を連れて帰ります。姉様、椿ちゃんさ、さっきから男って言葉聞いたら失敗してない？やはり私がおかしいんでしょうか。なぜなんでしょう。最近男のことを知りたいという思いが胸の中で大きく。あなたたちもしかして男に興味が。テレビアニメくのいち椿の胸の内、2022年4月放送開始です。男とはバカでアホでうるさくて汚くて間抜けで近づいてはいけない存在。でもなぜなんでしょう。最近男のことを知りたいという思いが胸の中で大きく。何なんでしょうこの胸の。テレビアニメくのいち椿の胸の内、2022年アニメ化決定です。私は悪い子でしょうか。